はいどうもプロボーラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですねハイスポーツ社3月発売のロトグリップアテンションシリーズの最新作アテンションスター紹介したいと思います。ボールはこちらです。はい、アテンションシリーズ最新作のアテンションスターとなります。今回レイアウトはこのようにさせていただきました。はい、ピンアップですね、5インチ、3インチ、1インチと強めのピンアップですね、ハイピンでレイアウトをさせていただきました。はい、今回このボールのスペックの紹介なんですけど、コアはですね新開発のモーメンタス AVAI コアとなっております。 RG が 2.48、 デルタ RG が 0.049 ということで、まあ、今回ですねアテンションシリーズなんですけど、アテンションシリーズのモーメンタスコア、このモーメンタスコアの AI コア、モーメンタス AVAI コアとなっております。 RG がですね 2.50 から 2.48 と転がりが良くなってるんですよ。デルタ RG は 0.053 から 0.049 ということで、こちらはですねフレア幅が少し小さくなってコントロール性が上がったコアとなっております。まあ、なんといってもですね AI コアということで、おそらくピンアクションはいいんじゃないかなと思います。そしてカバーストックは E トラックスプラスパールリアクティブということで、こちらはですねロトグリップの中で少し走りのいいカバーストックとなっております。そして表面仕上げはリアクターグロスのポリッシュ仕上げとなっております。まあ、今回ですねアテンションシリーズなんですけど、コアがですね AI コアに改良されて、まあ、同じ非対称のコアなんですけど数値が少しですね変わっております。まあ、ということでですねカバーストックもアテンションシリーズでは新搭載の E トラックスプラスパールということで、どのようなボールなのか早速投球していきたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。ハイスポーツ社最新作のロトグリップアテンションシリーズアテンションスター投球したいと思います。さあどのようなボールなのか早速いきたいと思います。あー、いいピンアクションがねやっぱ非常にいいんですよね。今回ですねアテンションシリーズなんですけど、コアがモーメンタスコアからモーメンタス AVAI コアということで AI コアになったんですよね。 AI コアになることによって数値的には実はですね少しこう弱くなったんですよ。なんですけど投げた印象としては転がり感はそこまで変わらず、ピンアクションがね非常に良くなったなという印象です。今回ですねコアがですねアテンションシリーズなんですけど、モーメンタスコアからモーメンタス AI コアになることによって転がり感をアップしたんですけど、使いやすさがねちょっと上がったような印象ですね。あー、いい、やっぱ転がりがね非常にいいですね。今までのアテンションと比べてやっぱ転がりがねかなり良くなってるんです。ただカバーストックが E トラックスプラスパールということでちょっと弱めのカバーなんです。なのでちょっと走り感もある分ですね非常に使いやすさを感じるボールとなっております。はい、投げた印象としては非常に使いやすいです。手前の走りもいいですし適度に切れてくれますし、まあ、本当ね、ポケットにつきやすいというか投げやすいボールですね。おー、しっかりと曲がってくれますね。やっぱパフォーマンス的にはハイパフォーマンスの部類になるので、曲がり幅はしっかりと出ますし、その曲がってからのピンアクションも非常にいいボールとなっております。はい、まずですね、一つのポイントはピンアクションが非常にいいです。やっぱり AI コアになることによってピンに当たった時の弾きがね今までのアテンションよりもさらに良くなっている印象ですね。あ、やっぱピンに当たった時のピンアクションがね非常にいいです。あとはやっぱね手前の走り非常にいいですね。投げやすいです。コンディション的には42フィートのデイリーなんですけど少し遅めなんですけど、かなり手前がねスムーズに走ってくれてるなという印象です。いや本当ね使いやすいです。手前の走りはいいですし曲がりもねしっかりと曲がってくれるのですごくね使いやすさを感じる、本当ベンチマークになるようなボールですね。
やっぱピンアクションがやっぱめちゃめちゃいいです。ピンに当たった時のこの破壊力っていうんですかね、ピンに当たった時の本当ピンアクションがねやっぱいいなっていう一番の印象です。まあ、今回ですねカバーストックが e トラックスプラスパールリアクティブということで、ロトグリップの中で走れのいい方のカバーストックになりますね。少し下めのカバーなのでやっぱ手前の走りはいいですね。手前の走りいいんですけど、奥でこうぐいぐい曲がってくるような印象があるので、やっぱコアがねそこまでやっぱ強くないんです。ハイパフォーマンスなのでもちろん強いんですけど、数値的に見るとやっぱデルタ RG が少し抑えられているので、そこまで激しく動くボールではないんですけど、しっかりとねバックエンドで向きを変えて曲がってくれるボールとなっております。まあ、そうですね、使うところで言うとちょうど中間でね使えるボールなのかなと思います。今月一緒に出たアストロフィジックス2の一つ上でね使えるボールとなっております。あーいいですね、やっぱこれ曲がってからのこう曲がり続ける感じも非常にいいです。コアが強すぎるともっとね手前で強く曲がって奥で緩やかになりやすいんですけど、まあ、適度にコアの数値がやっぱ設定されているので、激しく動かない分ですねこう曲がり続けるような印象があります。いやぜひですね世界発売になって進化したアテンション投球していただきたいですね。あやっぱ世界発売になったのでやっぱり、ね、パフォーマンスが上がってるような気がするんですよね。どちらかというとちょっと高回転の人が投げた時にこう使いやすさを感じるようなボールかなと思います。いや早速ねアンソニー・サイモンセンプロが発売前にね PBA でこのボールで優勝してやっぱ実績をね作ってますからね。うん、わやっぱ薄めのアクションも非常にいいです。こうね行き過ぎる感じがないんですよね。コアの数値的にはちょっと使いやすくなってるのでもう本当使いやすいです。でカバーが走って切れるようなカバーストックになっておりますので、使いやすさの中でちょっと奥のね走りとこう切れを感じるボールなのかなと思います。はい、今度はですねあまり曲げず外からですねちょっと右に寄って投球したいと思います。さあどうか。おお、あのピンアクションやっぱりね AI コアになるとやっぱピンアクションがね本当にいいです。やっぱサミットもそうなんですけど、やっぱこの AI 技術をやっぱね取り入れることによって本当にピンアクションがねやっぱ格段に上がってるなという印象です。はい、もう一度ですね外から投球したいと思います。いやこれはねベンチマークメインボールとしてぜひね購入していただきたいですね。あのピンアクションですよ。ちょっとねこう外から投げる方に特にねおすすめなボールなのかなと思います。はい、今度は逆にですね左からオイルの多いところを使ってスピード落として投球してみたいと思います。さあどうか。おお、やっぱ曲がり大きいですね。やっぱりボール的にはコア的にはどちらかというと転がりが強くてそこまで激しくないコアなんです。ただカバーストック的にはやっぱ e トラックスプラスパールということで、どちらかというと手前の走りが良くて奥でリアクションをするようなカバーストックとなっておりますので、投げるタイプのボーラーによってねかなりパフォーマンスは変わるのかなと思います。僕の印象としては使いやすいんですけど、その中でこう走りとこう奥のキレを感じるボールとなっております。いやこのボールはねおそらくプロからの評価がね非常に高いボールなんじゃないかなと思いますよ。 PBA でもね使用率非常に高かったですからね。あーいいですね。
ぱ一番はね、やっぱ AI 公演になることによってピンアクションが非常に良くなってます。そしてやっぱなんといってもパフォーマンスすごく高いんですけど、使いやすい印象なボールとなっておりますので、本当ベンチマークとしてね、使うボールとして非常にいいボールなのかなと思います。それではローアングルから投球していきたいと思います。ということでご覧いただきましてありがとうございました。今日はですね、アテンションシリーズ最新作のアテンションスター投球させていただいたんですけど、まあ、投げた感想としてはですね、非常に使いやすい、扱いやすいボールとなっております。パフォーマンス的にはやっぱりカバーストックが E トラックスプラスパールリアクティブということで、やっぱこの E トラックスプラスはですね、ロトグリップの中でも少し走りのいいカバーストックとなっておりますので、コアはかなり強いんですけど、カバーストックのおかげでですね、まあ、ちょうど中盤で使えるボールとなっております。まあ、コアもですね、アテンションシリーズなんですけど、モーメンタスコアからモーメンタス AVAI コア、 AI コアになることによってピンアクションが非常に良くなってます。ピンアクションが非常に良くなってるんですけど、コアの数値的には RG が少し下がって転がりが良くなったんですよ。ただデルタ RG も少し下がったので、フレア幅が少し小さくなったんです。その分ですね、ちょっとコントロール性が上がったかなと思います。ただですね、カバーストックのこのマッチングでですね、手前の走りが良くて奥で曲がるんですけど、使いやすい曲がりとなっておりますので、本当中盤でね、ベンチマークとなるボールとなっておりますので、まあ、ぜひですね、ベンチマークとなるボール、まあ、このボールを基準に、このボールに対して曲がるボール、曲がらないボールを、まあ、お探しの方には非常にですね、おすすめなボールとなっております。早速ですね、 PBA でも発売前からですね、アンソニー・サイモンセン選手がトーナメント PBA ツアーで優勝しておりましたので、もう間違いないボールとなっておりますので、ロトグリップ最新作のアテンションスター投球していただきたいと思います。はい、ということで本日も初代チャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。